自分たちがやってきたことを発揮して優勝することができました。この全国優勝というのがあるのは、支えてくれた保護者や指導してくれた監督やコーチ、応援してくれた全ての方々のおかげなので感謝をしています。ありがとうございました。これからも東京はスポーツをエネルギーにして、皆さんのようなアスリートを育って、さらには世界で羽ばたくような、そういうスポーツの場にしていきたいと思っています。これからもですね、いろんな戦い試合があると思いますけれども、今回の優勝を胸に、これからもフェアプレーで戦い続けてください。私からの優勝のお祝いの言葉とさせていただきます。おめでとうございます。